疫病コレラウイルスっていうのが、広まったんですよね。その隔離施設、全国的に作るようになったということで、まあこの、岡山県にもできたわけですね。老婆の霊とかが出てきたりとかいうような、話をね、何件か聞くわけですよね。あの海の事故とかで、亡くなった方が打ち上げられると、いうような、話も、聞いてますがあるんですよね。今日はちょっとこの道をねちょっと進んでいこうかなと思います。まあ、これどこに繋がってるかというとおそらく、病人小屋のあった、場所かなと。はい、スピーチューブ始まります。今日来てるとこはですね、まあ、前回と同じなんですけどね、真っ暗闇でちゃんけさんと来て、ここはどこなんだと、真っ暗で見えないといろいろと苦情をいただいた、場所にね、来たわけですけど、玉島から吉島とか笠岡に続く海沿いの道です、はい、結構入り組んでる道なんですけど、だから低くなってるとこっていうのは、そうだね、あっこにだからあったわけですよ。これこの部分だよね絶対。そうですよね、手つけてない、行けたらいいんだけどね。まあちょっと臨場感をね伝えたかったんですけど、あまりにもね、画面越しからね、では暗いと。はい、で、今日来てるとこは、また前と同じ、病人の小屋というね、玉島にある、とあるエリアになるんですけど、まあ、この病人の小屋というのは何ぞやと、いうことなんですけど、1870年代ですね、疫病コレラウイルスっていうのが、広まったんですよね。でそこから、まあ、どうしよう未知の病だということで、1880年代ぐらいにその隔離施設、病院をね、作ったと、全国的に作るようになったということで、まあ、この、岡山県にもできたわけですけど、この場所にその病院小屋というか隔離施設があったということで、やってきているわけなんですけど、まあ、その目の前なんですけど魔のカーブと、言われているようで、それとリンクするのか、ね、老婆の霊とかが出てきたりとかいうような、話をね、何件か聞くわけですよね。はい。まあ、それについてね、今回は、撮っていこうかなと、痕跡をね。はい。まあ、その前に、このね、どういうことなのかというのをね、軽く、見せます。どうぞ。1876年、アモイから寄港したアメリカ海軍の船内から、コレラが広まり、日本国内で爆発的な流行となった。その当時、コレラは未知の病であり、治療を施す余地は少なかった。ということもあり、1878年頃から日本各地で離病院の設置が始められ、患者の収容、隔離体制が整えられた。第二次大戦が終わり、公衆衛生が飛躍的に向上すると、伝染病患者は激減。そのため、非病院は次第に廃止されていったのだった。今回は、その非病院、非病小屋があるということで、探索することにしたのだった。はい、前回ね真夜中に来た病人小屋の周辺なんですけど、あの向こうにねくぼみというか平べったい、エリアが、見えると思うんですけど、あそこにあの病人小屋隔離施設があったということで、そうですね、なぜかあの場所だけが平べったいんですよね。実際にあったってことは確かなんですけど、ちょっと先に進んでいこうかなと、思います。まあね、この、こういう感じで畑があるんですけど、もう今は多分ほとんど、使われてないような感じですかね。もう管理してる人がいない、そんな、雰囲気のある、ね、畑というかこのエリア、場所なんですけど、ちょっとね、先に行ったら、小屋が、あると。
いうことで、まあ、もちろんその使われてない小屋なんですけど、この下に、あるんですけど、ね、これあるんですけどね、これおそらく多分これは多分関係性はないかなと、思うんですけど、はい、この下にあるんですよね。この農機具とかそっち系のやつを、置いてたのかちょっとわからないですけど、はい、こんな感じですね。で、前回ね、最後の方にちゃんけさんがなんかあるぞ的な感じで、こうスロープな感じで坂に降りていく、多分入り口が多分あったんでしょうね。うん、今このちょっと鉄のね着してますけど、行ったところなんですけど、あれが門なんですけどね、特に、目立ったちょっと変わったようなないんですけど、多分これ下に降りるような感じだと思うんですけど、で、こっちにもね道があるんですよね。今日はちょっとこの道をねちょっと進んでいこうかなと思います。どうなんですかね、ちょっと予想外の展開に、ここ降りれるとは思わなくて、まあ、これどこに繋がってるかというと、おそらく、病人小屋のあった、場所かなと思うんですけど、おお、カニがねめちゃめちゃいますね。ちょうどねこの辺りかなと思うんですけど、病人小屋のあった、場所なんですけど、でその先にもあるんですけどね、ここから先行けないみたいな。この場所がね魔のカーブと、言われてて、結構ね、まあ、細いし結構急なねカーブで、恐る恐る、車とかもね進んでるような感じで、はい、おそらくねさっきの道はこの下に、繋がってるのかなと思いますね。普通では降りれないような感じですけどね。で、まあ話によれば、この海岸に、海の事故とかで亡くなった方が打ち上げられるというような話も聞いてます。というわけで、今日のスピーチはこんな感じでした。まあその結果っていうのは、その、まあ、納得いくものではなかったと思うんですけど、まあこういう、場所に実際あったということで、どれぐらいかな。まあでも20年以上前ぐらいにはその建物っていうのは、なくなったということなんですよね。で、まあその、ね、今その向こうなんですけど、あの場所なんですけど、なんかね、変にその平べったくなってくぼみみたいなね、感じになってるんですよね。実際あそこにあったという話がねあったんですよね。はい。で、まあこの向こう側なんですけど、おそらくその、この道なんですけど、その海に行く道なのかなと、思いつつも、あの前側前ですね、なんか石の、石垣があるんですけど、あそこだけ、コンクリート、だったと。いうことは、何かそのあの前に何かあったという証拠の一つでもなるのかなと思いながら、今日は終わろうかなと思います。はい、というわけでね皆さん、ご視聴ありがとうございました。それではまたね、よろしくお願いします。それでは失礼します。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。
ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。